ノーボードって低くなりゃいいでしょ。まあ低くなる場面もあるけど、あれ場面高いよりは低い方がいいわけ。まあまあ、どっちがいいかって言ったら、はい、だからずっとしゃがみっぱなしで滑ってたらうまくいくんじゃない。 OK OK、 とにかく低く低く低いのを意識、ずっとしゃがんでいく。いきなりですが、ここで問題。こんな練習、意味あるの？ここは白鳥高原スキー場。あなたならどうする？はい、ちょっと見てください。はい、わかりました。緊張するな、プロの前でやるのは。いやいやいや、もうただの。お披露目会ですね。やったんですよ。今のいいですか？え？それいいですよ。いいですよ。練習していいのこれは。全然それやってください。こんだけ低くなってきたら、もっと板立てるイメージで動かしても大丈夫。はい、いや、今のいいです。いいです。あれぐらいでいい。ダメな練習ではない。じゃないです。そんな顔もこうなってなかったんで、まだマシです。ちょっと慣れるのはもう、体型上しょうがない。はい。モビロンチャンネルはメタボのおじさんモビロンがスノーボードで楽しく滑って楽しく遊んで上達しようとしているチャンネルです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。